貧乏でも高卒でも起業家になれますか？私の夢は全ての人が平等に学べる場所を作ることです。失礼します。本日はよろしくお願いいたします。なぜあのようなおじさまが新たな一歩を踏み出した次第です。何浮かない顔してんだよ。大丈夫。私たちが目指しているのはユニコーン企業です。素敵な夢ね。光が差しました。もう決めたんだよ。来て。火曜ドラマユニコーンに乗って7月5日夜10時スタート。